皆さん、こんにちは。ただいまに2019年の本試験、税理士本試験の財務省に関するポイント速報を開始いたします。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということでございましてですね、本日の実施されました財務諸表論本試験ですね、こちらに関するポイント速報ということで、これからお時間30分弱、 うちょうどいたしましてですね、えー、まさに本当にポイント速報になりますがあ今日の財務省論本試験についての、まあ、私どもの所感ですね、えー、これを少しお話しさせていただこうと思います。でまず前もってのお断りになりますあの募論の方ですでにご覧いただいた方もいらっしゃると思いますが、まあ、さっき僕も議論取りまして今これからまあ財務省論2本目なんです。で今日ね 今日ねってまあこれアップされるのは水曜日以降なんですけど収録してるのはもう本試験当日です今もう夜の時間帯ですけどね、えー、皆さん方が試験終わられた後、まあうちのスタッフも問題取り行っておりましてですねえ簿、ー、記論の問題財務省の問題それぞれ僕の方でも解きましたで、ね、その当日解いた所感というのかなあ感想をまあ少し皆さん方にえお話をしとこうというのがこのポイント速報の趣旨コンセプトになります、まあ、例年ですねあの週末に まあ今年もやるんですけども今度の日曜日ですね11日ですかこちらでですね、まあ、新宿のエルトア本校の方で朝からですね徹底検証会ということで、まあ、今年度本試験の模擬論代表に関する出題要項の検証会をやらせていただくんですけどもまあそちらまでで、ね、やっぱりこうやきもきした気持ちで、えー、試験後いなきゃいけないのは嫌だなというご要望が多くてですね、まあ、数年前から あ当日問題を解いた所感というものを私どもの方からお話をするということでこのポイント速報というのをやらせていただいております。だ今日僕がお話しするのはあくまでも書簡ですで僕ら今日の中で問題は一通り解きましたが、まあ、特に財布はどうしても理論の話もありますんでねあのー、明日以降再度理論の回答のすり合わせ まあ複数回答しておりますんでね、えー、理論の回答のすれ合わせをやりながら予想配点箇所ををつけるなどの作業を進めていきますでその予想配点箇所さらにはボーダーの情報なども含めたあーデータ、まあ、回答ですね回答速報に関しましては今度の週末までにはあ皆さん方に、えー、ご覧いただけるような状況を整えられるように準備を進めてまいります。 で今申し上げました通り今度の日曜日11日ですね、えー、徹底検証会ございますんで、まあ、少なくともその段階ではあ一通りの形を作ったもの、まあ、皆さん方にお配りをさせていただこうというふうに思っておりますんで今日はあくまでももうざっくりとした所感ということでねお話をさせていただきますでちなみにあの11日日曜日の徹底検証会の方では財務諸評論のご担当は私ではなく並木先生の方で、えー、ご担当いただくと。 いうところになっておりますがまあ、今日はねもろもろの都合で、えー、私の方でこちらの収録は担当させていただくというところになっておりますんでまあ多分僕が言う話と並木先生がおっしゃる話というのは微妙なズレはあると思いますよねあるとは思いますけどもまあ今日はあくまでも速報なんで僕が問題解いた感覚というものをまあ皆さん方にね速報版としてお伝えをさせていただきたいと いう,ふうに思っておりますでまずね、えー、今年の財務諸評論の試験問題ねまあまあそうだな皆さん方も問題見ていただいていろいろ思われるところはあったかなというふうに思うんだけどもまあ通常私はね、えー、財務諸論の講義に関して言うとまあ私どもオリジナル講座として母財横断クラスっていうのがあります。 その母災横断クラスの方で財務省の事業も担当してると、まあ、いうような状況があるんでまあ当然代表の事業の方もね担当はさせていただいてるんですが私は常,ね常々ねその母災横断のクラスにおいては計算問題での一つの目安第3問での一つの目標点数は40点以上であると、まあ、常に皆さん方にはそこを目指してくれということを1年間にわたって言ってきたあー直前の当連でもずっとその話をしてきました。 で今日もね、まあ、当然そういうスタンスで問題に挑んでいただいたとは思うんだけどもあの結論的に言うとね今日の第3問はまあ内容的にやはりねちょっと例年のレベルを超えるようなものも部分的にでも含まれておりますしあとやっぱり問題文の言い回しが相変わらず読みづらい。ね、いうところが正直ある。 まあ端的な話目指す論点で言えばですけど計算問題の中に入っている繰越欠損金を前提とするような税会解決とかまあそもそもこんなところは重箱の隅につくような話でもあったりするんであのこういったところについてはねまあ積極的に重要性の高い項目として皆さん方にお話をさせていただいておりません。まあそういう点からすれば逆に言えばねもう思い切って切ってもらえたかなっていう気はするんですけども切っちゃっていいですよ。 ね、そういったやっぱり見慣れない論点難解な論点に関しましては変に時間をかけてこだわっても仕方がないので。 もうバツッと切るなら切っていただいてそれ以外のところにやっぱり集中して回答を進めてもらうっていうところになると思う。でその他の、まあ、表現言い回し一つとってもですね少し手が出にくいところっていうのもありますから、まあ、通常私がね目標として申し上げたら40という点数はちょっと微妙かなっていう気がする、まあ、そこまで達しないような気がします。で達しのような気がするんでまあそれに近いような状況おこれをね、まあ、より近づけるように 目標を据えていただいて回答手続きを進めてもらえればよかったかなというふうには思うんですがまあ少々今回の計算はねまあ重めかなというふうに思います。量はそんなに続けて多いわけではないんですけどね量的にはそんなに多いわけではないんだけどもまあパートパートでいろいろ考えなきゃいけない部分も多かったりはするんでまあそういう意味で言うと意外とね計算はいつもよりも手を焼いたかなという気はします。ただ 計算では多少手を焼いたかなっていう気がするんだけども僕は今回の試験の問題を見た時に少し安心したかなっていうのがあってね、あのー、理論の問題、まあ、第1問第2問2つありますけどね 1> これ第1問なんかはもう概念フレームワーク前提のバリバリ問題出てるんであの聞き慣れないような問題っていうのかな文章が頭の方にダーってはっついてるものが多いですから最初その問題文見た時にえ,え,え,えって思思われたかと思うんですよでも実際に具体個別の設問内容なんかをチェックし始めると、まあ、そもそも論として語群選択だったりっていうのが多いでしょ ね、で5軍選択だったりっていうのは多いしでその5軍選択の内容等々を見てもですね今まで皆さん方にまあいろんな理論の問題やってきていただいたけどねそういった理論の土台があれば比較的対応しやすいものっていうのも多かったですよ。ね。でそういう意味からすると意外と第1問は何じゃかんじゃ言って手が出るようなものが多い少なくとも5軍選択になってるところについてはまあ十分ね。 対応は取れたんじゃなないいかなという,ふうに思いますからあ記述内容についてはどうしても幅が出てしまうような回答が多いとは思うんだけども護軍選択の内容に関して言えばどうしてもねう、まあ、花からおかしい選択肢も明らかに各説も入ってますから、あのー、そういう前提からすると、まあ、全く何も書けないような問題にはなっていないんですよやっぱり。 ね、だからそういう意味では比較的対応はあできたというところになると思うので注意しなきゃいけないのがどうしても問題文であったりその前提となってくるような概念フレームワークの引用文ですねこういったところはちょっと長いんでねまあその文章の判読にやたらめったら時間がかかってしまうということを避けなきゃいけなかったかなっていう気はしますよ。ね、ただある程度そこら辺を迅速に作業を進めていただくことができればまあある程度。 特に語群選択の項目については選びやすい選択肢もあったのでまあ比較的なんだかんだ言って振り返ってみればあちゃんと回答を書くとういう作業ができたものが多いのかなというふうに僕は思いますね。なあまあそんなに高得点という感じじゃないだろうけどもおある程度、まあ、点数は十分拾えるのかなというのが第一問の所感です。でちなみにですけどこれねあ類似の問題っていうのかな同じようにやたらめったら文章長くってなおかつ 選択肢に挙げられている五群の文章もやたらめったら長くって、それをね皆さん方随時選択をしてってくださいよっていう類の問題は、ちょっとまあ近年の傾向を考えるとこれあるなあっていうところもあってですね、今年の公開模試は同じような問題の形式で出させていただいてます。だから私どもの模試なんかをね一回経験していただいた方であれば、あ模試の形に似てんなとねいうところはなんとなく気づいていただいたかなというふうに思うんだけどね。まあちょっとやっぱ迅速な 判読っていうことがある程度第一問については重要だった気がしますでさらに僕個人的にねこれはどうっていうふうに僕思ったんだけど第2問いけましたでこれは まあ直前議議論論講義ななんかは僕のの専門になってしまうのでまあ財務省の並木先生の方でねお話しさせていただいたりもしてますがまあ新実行なんかで僕通学のクラスはね直前の当練代表のクラスも担当してます。でその代表のクラスの中でもずっと申し上げてたんですけど今度死刑になられた先生はとにかく伝統的会計論点を非常にお好きな方だというふうに申し上げた。だからこういういい伝統論点臭いですよ しっっかりやっとい,た方がい,いよ企業会計原則等の基本思考の部分についてはしっかりやっといた方がいいですよっていう話は僕させていただいてます。で今回なんかまさに第2問問いの一番あたりに関して言えばね企業会計原則の PL 原則 BS 原則等々の記述内容、まあ、具体的にはね取得原価主義の話であったりとか費用配分原則の話であったりそういう話が出てるでしょ。基基本も基本もですよだからもうこういったところはしっかりやってくださいという風うに僕お願いさせていただいておりましたんで。 まあ良かったなと当たったかなという気はするし、えー、問いの2番のリースリースも僕臭いですよってずっと申し上げてた。ね。えー、従って、まあ、リース会計についてもしっかりやってくださいねっていうことは申し上げていたんですが、まあ、今回特に問いの2番で出されたリースは、まあ、理論性の問題でございますから当然理論はメインですけど回答要求項目は計算手続き論の話だったりするじゃないですか。でしょ 計算手続き論だったりするから、これなんかはね、計算対策としてしっかりリースの手続きなんかを勉強やっていただいた方であれば、もう何のことなく解けたと思うんですよ。だから僕は個人的には第二問の部分は、まあちょっと期待できるかなというふうに思ってる。ただまあ第二問の中でもね、例えば回答を記入しなきゃいけない項目、ね、語句を書いてくれっていうのがそうだな。例えば括弧二番の、括弧二番の、これね、ちょっとなかなか書ける人いないかな。 いうふうに僕思うんだけどお第2問の問いの1かっこ2番の要求空欄1から4を基礎にする会計の体系はどのように呼ばれてきたのかその名称として適切な用語を答案用紙の所定の箇所に記入しなさいと。でこれねまあいわゆる費用配分原則等々の記述内容に基づく話でございますんでまあいわゆるこれ僕はまあ取得原価主義取得原価主義に基づく会計領域の話だろうっていうことはまあ皆さん当たりがつくと思う。で僕もね 回答枠を見た時にまあ取得減価主義のことだなと思ったんですよ。っ思ったんだけど、回答案がね、空欄三文字なんだよね。で、空欄三文字あった上で、い、まるまるまる減価会計ってなってます。まるまるまる減価会計。もう漢字三文字ね。漢字かどうかわかんないけど、まあ三文字。 書かななきゃいけないけよってそうすると取得原価主義じゃないし取得原価会計っていうのもちょっと表現としてどうかなでもまあ取得原価主義のことだよな悩んでたんですけどここはね,ねも,うもう自分の手柄にするつもりは全くないんで申し上げますがうちの政策主任の先生がですねこれね歴史的原価会計。 という表現なんです。で、この歴史的原価会計はまあ、あんまり一般的に使う表現じゃないですよ。歴史的原価会議なんてただこの歴史的原価会計って。まあ要は取得原価主義のことなんですけど、これね。今年度から試験になった先生が論文等でよくお使いになっている表現なの？ねで。それを書かせたんですよ。そうするとかっ2番あたりの回答。まあ、これは歴史的原価会議のことなんですが、ああこれはね。多分埋まらんよ。おそらく。 で一般受験生さんにそれかけつっても多分無理です、えー、無理なんでだから第二問統一の括弧にはねまあちょっと書けないかなっていう気はするでも、まあ、取得原価会計ってあんまり言わねえけど要は取得原価主義のことなんで取得って書いといて一文字空欄になっちゃってもまあなんとか加点ぐらいしてくれねえかなっていう気は僕は個人的にはしてるんですけどもまあでもねまあそらく書いていただきたいという趣旨での設定はその歴史的原価会計。 ね、まあこの死刑の先生はですね取得原価主義はね、えー、歴史的役割を終えたのか聞かれたまあ今ね諸々ろ会計層と変遷があって取得原価主義というのがかつての古い会計の考え方のように見えてしまうじゃあ取得原価主義というのが消えたんですか否ですそんなことはないと取得原価主義こそが企業会計のある意味一つの大きな根幹を形成しているという事実は何も変わらないんだということでこういった伝統会計論を非常に重視される方なんですね。 だからあうちの政策主任の先生もそういったところはメインにやっていただきたいというがあって公開模試なんかでもそういう論点は出したし、まあ、僕らもそういう情報共有をしていたから私ね新実行の授業等ではそこら辺の話はさせていただいた。だから、まあ、リースっていう舞台論も含めてねこういう伝統会計論はしっかりやってくださいというふうにお願いをさせていただいておりましたんで、まあ、そういう意味ではね第二問なんかは 比較的対応がしやすかった、まあ、ご準備いただいた私どもの受講生さんでいらっしゃればああ対応はしやすかった論点なのかなというふうに思いますよ。ねそういう前提からするとまあなんじゃかんじゃいって意外と理論ってあの問いの一第一問はね意外と一つ一つの問題をじっくり考え始めると悩んじゃうところが多いんで、まあ、そういったところがちょっと怖さだなとは思うけども基本的には。 意外と理論っていうのは点数が取れるような気がする。特に第2問は私と同じを生産でいらっしゃればまあまさにねくどいようだけどもうリースなんか僕やんやん言いましたからリースだリースだっつって。えー、リースは臭いですよって話はずっとさせていただいておりますんでまあおそらくここら辺は問題なく対応していただけたかと思うのでまああとはね第3問におけるところの計算で。 まあ常日頃目標に据えてくださいと申し上げている40点というところは少し厳しいかなっていう気はするけどもそれに近いような得点状況を確保していただくことができればまあ全然35とか33とかでもいいのかなとは思うけどねえ確保していただくことができればもう十分う第2問等の得点状況等々を勘案すればですねん合格ラインにはもう乗ってくるだろうなというふうに思います。 でそうだねまああとは第三問がどれぐらいになるかだけどただねやっぱり言い回しの話なんかは独特の作文者独特の表現使ってはいますけどねまあ金利スワップの特例等もありますから金利スワップなんか最近もね、えー、直前期予想の当連なんかでも出させてもらったりもしてるんでまあそういったベーシックな処理論をしっかりと作業として進めるということをこなしておいていただくことができれば。 まままああまり問題はななかかっったのかなっていう気がしますだからもう唯一、えー、変にこだわらない方がいいよねっていうのはもう繰越欠損金ぐらいじゃないですか。繰越欠損金に関する税告会計なんか出てますけどまあこんなものは別にどうでもいいかな。逆に言うと、まあ、ほぼうちの場合にはこれ触れてないのでね、えー、まあそれなんでっつったらいらねえからです。いや出たじゃんって言われるかもしれないですけどねえー、結果として出たかもしれませんがそれができないことよりもね 今まで散々やっていただいている現金預金有価証券等々の各種の論点ができないことの方のが問題なので,でそちらを得点源とできるようにしっかりやってくださいということでお願いさせていただいて講義は続けてきただからそういった常日頃取らなきゃダメですよって言ったところをしっかり取っといてもらえれば今回繰り越し欠損金どうこうなんてのはどうでもいい話です。だからそううういったたととととこころは逆に言えばもうズバッと切ることができたと思うんでき思んすよね ねえ半端に悩むこともなかったと思うので、まあ、40という数字はちょっと厳しいかもしれないけどもそれに近いようなあ得点状況を確保できればダーニンモン等でしっかりカバーが効くんで全体としてはね得点状況は非常にいい状況というのが生まれてくるんじゃないかなというふうに僕は個人的には思った。ただ当然ののことととながら本試験いいううねやっぱりいつもと違う環境の場で 慣れないところで緊張感の中問題解かなきゃいけないっていうところがあったりするわけだからそれは思うようにいかないところもあると思いますよだから僕はさっきから申し上げた通りまあ問題の質的内容も考慮してさらには本試験という独特の雰囲気感も考慮して40は厳しいであれば35とか33とかでもいいかなというふうに申し上げたねまあそれぐらい多少のミスが増加してしまったという状況であってもそれぐらいの得点状況はまあ一つ目安としては達成していただけるかな いうところがあって、まあ、それぐらいの点数を申し上げてるでこの35とか33っていうのはもう本当に点数の感覚です。というのもくどいだけどまだ今僕らね予想配点箇所つけてないんですよ。なんつったってこれ糖質取ってるんで。でまあこれからね最後の理論のすれ合わせなんかやって模範解答としてのものを作ってでその後に予想配点箇所なんかをつけてまあその上でみんなでね えー、ボーダーライン等の確認をするという状況になってくるから、えー、今の時点ではまだまだね、えー、そういった情報はまだ固まってないんだけども、まあ、ざっくりとした感覚、ね、例年のお点数の状況なんかを勘案した時にまあまあ35とかあ30少なく、うん、な多少ミスが増えちゃえば33とかそれぐらいの得点状況になってればあ十分なのかなと。 いうふうに僕は思いましたで今年のじゃあ財務諸表論の合格状況はどうなるって言われた時にねうーん何とも言いようがないけどもまあ、去年よりはちょっと高まるかなという気はしますね僕は個人的にですよ去年のリ率はちょっと少なめだったので、まあ、それに比べるとやっぱり去年よりは高くなるかなっていう気はするで去年よりは高くなるかなという気はするけどもまあ、そんなにず抜けてね 28%とかって過去ありましたけどそういう数字にはならないでしょうからまあまあ一時期のずば抜けて合格率が高かった時期に比べれば少しタイトな率にはなるのかもしれないけどもただまあ昨年度等に比べればあ率自体は少し上がる傾向にあるのかなっていうのが何となく今段階で僕が思ってる所感です。 で繰り返しますけども、まあ、詳細なレックといたしましての模範回答であったり予想配点箇所に関しましては今後早急に、えー、制作をいたしましてね早ければ、えー、今週の金曜日ないし土曜日の段階で、えー、皆さん方の、えー、ご覧いただける状況っていうのかな皆さんにご覧いただける状況を作ろうと思ってます、まあ、早ければもう本当に金曜日夕方ぐらいかなあーホームページの方を通じてウェブアップ させていただきますしでまたあ今度の日曜日にまで先ほども少しお話しさせていただいた通り新宿新宿エルター本校であの分析会、ね、今回の本試験の検証会やりますで今回のの本試験の検証会ありますが当然その段階ではもう紙ベース起こしたものも皆さん方にはお配りもできるしで並木先生の方からですね試験の状況等々勘案してまあ並木先生独自のですね えーボーダーライン予想等々もお話はいただけるかなというふうに思うんですがまあそういった形での日曜日の段階でのまとめての告知という形にさせていただければと思っています。まあ、これはあの別にで、ね、ああでもなんでもななんんい まあ皆さんお盆休みももう入ってるって方もいらっしゃるでしょうからあーもしねお時間がある方はあそちら新宿校の分析会の方にご参加いただければと思うんですけども詳細な時間帯はあ合わせて私どもレックのホームページの方でご確認いただくことができますしまあちょっとそちらがねちょっと見にくいとかっていうのはもしあればねあの直接新宿エルタ本校等にお電話をいただいて。 えー、税理士の検証会何時からっていうふうに聞いていただければですねご案内もできますんで、えー、ぜひね、まあ、そういった機会をご活用いただいて、えー、答案状況の確認というのをね図っていただければというふうに思いますで今日の財務省論ねまあ多くの方とは言わないけども結構な比率でね、えー、募金論財票を同時で受けてきたという方もおいでになるでしょうし まあ、だけとといいう方もおいてになると思います、まあ、特に「簿記論」作業を同時に受けましたよっていう方はねやっぱり一日2本本試験受けるというのは相当疲れるはずです相当疲れるはずで、まあ、さっき僕簿記論の収録の時にも言ったんですけどねまあ材料だけでも簿記論と合わせて2本やっても、まあ、いずれにしてもですねこの本試験日に向けてね、えー、相当程度体力の消耗してることはもう絶対間違いないですよあのさすがにね何も勉強しないで試験迎えましたって人はいないでしょ ね、中にはそういうつわものいいるなかもしれないですけど普通は多少はやるでしょうからで皆さんなんか特にねこういったスクール使って一生懸命勉強やっていただいている方々だからもうねあのちょっとやっぱり普段を上回るるぐらいのの無理してるはずなのよで勉強ってねこれもう皆さん方は今まさに一番実感されてると思うんだけどあの別に体使うわけじゃないからそんなに体力の消耗しないような感覚があると思うんだけど実はものすごい疲れるからね。 そりゃそうですよやっぱり難解の文章を判読しで随時計算を行い集計手続きを取ってで回答遺書を起こすって話ですからこれねものすごく精神すり減らすでしょで意外と体力も持ってかれるんですよでなおかつ睡眠時間多少削ってやっておられるはずですでまあ、僕は極力そうならないようにっていうことで、まあ、夜なべはしないでね試験前は夜なべしないでねって話はしてきたけども とは言ったって受験生さんはそこまで僕が言ったってやっぱり多少はやられるはずですからそうするとまあ、睡眠時間へずってただでさえ暑い中無理して勉強してるっていうところもあるからねかなり今皆さん方体力消耗されてるはずなんです実感なくてもね絶対そうよだからあのー、本当にもうこれもさっきボキロの方にも言ったんだけどね今日 とりあえずまあ試験も終わっていろいろ思われるところもあるとは思うけども、まあ、早めに見直ししたいという方はね一回問題解き直すそれもいいと思うけどもねあのまずちょっとね45日ぐらいはねゆっくりしてもらってとにかくまず体力の回復を測った方がいいよ。で今なんかもう暑いでしょ本当にこの時期体調を崩すすすとと、ね、大引きままんで、ね、あの意外とご自分が思っててるよよりも疲れてますよ で、ねね、まあちょうどこれからねお盆休みに入るっていう方も多いと思うからさあのここまで一生懸命頑張ったんだからね、えー、ご自分の体力回復をまず第一義的なものとしていただくとともにまああとはねもうここまでストレスだったでしょ。そんななことないい普通はねスストレレですよやっぱり試験が近づいてくるプレッシャー で難しい試験を受けなきゃいけないプレッシャーここ1年間頑張ってきたことをそこに出さなきゃいけないプレッシャー精神的にも相当やっぱ疲れてるはずなんです。ね。でもうそういったストレスをね、まあ、ちょうどお盆休みに入られる方は特にそうですけどもあのここでねしっかりともうこれまで我慢したものをやってもいいと思いますよ。ね。えー、自分のおこれまでの努力というものをね褒めてあげられるのは自分しかいないんだから。そうでしょ。おだかから、まあ、しっかりね えー、このお盆休み休みが取れる方はねリフレッシュをしてで、えー、来年に向けてどういう形で学習を進めていくのか、ね、お盆明けぐらいからしっかりとプランニングをまた起こして。 で9月ぐらいからしっかりそれに向けて動けるようにね準備を始めるようにしてくださいはい繰り返しになりますが今度の日曜日詳細解説会は実施しますんでねお時間と合う方は是非そちらの方にお越しをいただいて状況確認をしていただければと思います以上で本日のポイント速報は終了となります皆さんお疲れ様でございました